パリオリンピックトレードマーク体操男子種目別平行棒決勝5日ベルシー・アリーナ体操男子種目別平行棒の決勝で個人総合の金メダリスト岡の之け20特集会が出場し銅メダルを獲得した岡は今大会団体の金メダル個人総合の金メダルに続き3個目のメダルを手にした同種目には日本からベテランの谷川渡る28 セントラルスポーツも出場し6位に入った。金メダルは中国の数慶遠26が東京に続く連覇を達成した。予選を15.300、D スコア6.500、E スコア8.800の3位で通過した岡は決勝で最終演技者8番目に登場。トップの中国数慶遠26が16.200。 D スコア 6.900E スコア9.300のハイスコアと金メダルへは厳しい状況となったそれでも出だしのほんまカラー安定した演技でミスなく終盤まで迎えた着地もしっかりと決め 15.300D スコア 6.500E スコア8.800で銅メダルを獲得した 日本選手が平行棒でメダルを獲得したのは2004年のアテネ大会の富田博之の銀メダル以来岡はこの後の鉄棒にも出場する谷川は序盤にミスが出て大きく減点後半挽回し着地も来たりと決めたが 14.133D スコア 6.300E スコア7.833と6位